井上康生、先ほどご覧いただきました初戦フランスのルメールに敗れてこの敗者復活戦に回りましたが、その後もドイツのグルシュナ、カナダのニコラス・ギル、まあ、非常に苦戦を勝ち上がってきましたよね。そうですね、井上が当たっている選手、世界的な選手ばかりですので、まあ、いい経験になったと思いますね。そしてこの3位決定戦の相手も、まあ、世界的には有名な選手、オランダのベン・ソネマンスです。アトランタオリンピックで5位に入賞しています。確か日本の中村義雄が負けましたね。ああ、そうでした、はい、さあ井上康生、アジア大会の見事なデビューの後、この可能杯柔道での優勝を期待されましたが、しかし初戦敗退、銅メダルを確保できるかという注目の試合です。東海大学の2年生、アジア大会オール一本勝ちでアジアチャンピオンになりました。ソネマンスが井上康生の組手をやや嫌っています。さあ、取って内股、一本、井上康生、最後は今日初めての一本勝ち、オランダのソネマンスを見事な内股一本です。開始41秒、素晴らしかったですね。この2人はよく練習はしておりますので、はい、井上は自信を持ってやったんだと思いますね。なるほど。おととい参加選手の記者会見が行われまして、世界チャンピオンの夏らは井上康生すいません知りませんというふうにですね言われまして、はい、まあ、この大会で名前を知られるようになればとみんなが思っていた井上康生なんですが、最後になってようやく彼本来の一本を取る柔道が見られました。そうですね、この技を見れば夏らもこれはやばいなと思ったんじゃないでしょうか。見事な内股です。